はい、それではですね、サラダボウルを作ってみたいと思います。で、使う道具ですね、手ろくろと、あとこれ粘土は今日 1.5 キロですね。多分ね、1キロだとちょっとちっちゃいと思うんで、まあ、1.5 キロぐらいがあるといいと思います。で、あと今日ヘラと糸と、竹べら、で針ですね。で、あとスポンジと水に、皮ですね、これでいきたいと思います。で、今日作るやつがちょっとまあそこそこ大きいので、今日はですね、水をつけて伸ばさないで、そのままこう手びねりで積んでいって成形する方法をちょっと紹介します。で、粘土をまず3等分します。なので、まあ、1つあたりが 500g ですよね。で、まあ、1個をまん丸にしましょう。で、結構多分ね、手びねりで作れる大きさの、まあ、マックスがこれぐらいだと思うんで、まあ、あとまあ花瓶とかその辺は作れるんですけど、横に広がってるものっていうのが、まあ、あんまりこう大きいのを作ると、手で回さなきゃいけないので、若干やっぱ作りにくいんですよね。あと厚みがどうしても厚くなっちゃうんで、まあ、多分これぐらいが手びねりで作るんだったらマックスかなと思いますね。で、それ以上の大きさを作りたいときはたたらにして、たたらで型にかぶせて作ってあげた方が多分きれいに作れるし、作りやすいと思いますんで、まあ、ちょっとこう手ろくろを使って作るのは、まあ、これぐらいが、これ以上大きくなったら他の作り方がいいなって思ってもらったらいいかなと思うんですよね。よいしょ、ちょっとこの粘土は柔らかいので下にいっぱいベタベタくっつきますね。まあ、ちょっと適当なの持ってきたんで、で、まあ、例のごとく太さは同じぐらいで、そしたらまずろくろを真ん中に置きます。で、お団子を真ん中に潰しましょう。で、結構 500g だとね、そこそこ大きい底になるん で厚みもまあ 1.5 センチぐらいですね。で、今だいぶ横ちょっと中心を置けなかったですね。ぐるぐるしてますね。で、一応脇の粘土締めて、もうちょい薄くてもいいですかね。雑に置いちゃいましたね、こりゃ。そしたらまん丸くしましょう。あんま揺れてますよ。軽く当てて、で、一応サラダボウルとか、まあ、ちょっと深めの、まあ、煮物を入れたりするやつですね。若干ね、やっぱ底が広い方が使いやすいですので、まあ、この底の面積ですね、あんまりちっちゃくしないように、ちっちゃくしちゃうとちょっと使いにくくなって、作るときも作りにくいですし、使うときも使いにくいと思うんで、まあ、これぐらいの大きさあるといいと思います。よいしょ。ではこれはこっちにちょっと足しちゃいましょう。そしたらまた紐を積んできます。で、先っぽを尖らせて、外側と外側が重なるように積んでいきます。まあ、でかいからちょっと扱いにくいですね。で、1周目は切ります。で、接着しましょう。なんか随分ろくろが汚れてますね。まあ、皆さんこうならないように、ゆっくり丁寧に作ってもらうといいと思いますね。で、外、内側は上から下になでつけます。で、この時点でちょっとしっかりくっつけていきましょうね。で、あとですね、まあ、サラダボウルとかちょっと広がったもの、深皿系作る時のポイントですけど、まあ、なるべくいきなりこう形を追求しない方がいいですね。まずはね、粘土積むときはどっちにしても上に積みたいので、いきなりこう広げていかないようにですね。で、また外側と外側が重なるように積んでいきます。で、まあ、2周目からは上までいっちゃって、この1本使い切っちゃっていいと思いますね。で、またくっつけていきます。で、これ結構ね、粘土が柔らかいんですけど、まあ、今日の作り方は水つけて伸ばさないので、多少柔らかくても全然作れると思います。今度内側くっつけます。外側を押さえながらですね、広がらないように。では最後の紐を積んでいきましょう。ここめっちゃ低いですよね。なので、まあ、低いところに補充するぐらいでいいかなと思うんですよね。全部使わなくていいと思います。なるべく上が平らに終わる方が優先してあげた方がいいですね。またくっつけましょう。
で今日の作り方としてはここからがポイントで、まあいつもこうある程度まあ5ミリぐらいまでこう指で挟んで薄くして、それで最後に水つけて伸ばすと思うんですけど、今回はねもう水つけないのでこのままもう形作っていきます。まあ、ちょっとある程度まで薄くしちゃいましょう。こう指で挟んで薄くしていきますね。でこの時もまあ少し若干粘土を締めながら、薄くしてもらうと形が保ちやすいと思います。ちょっと見えにくいですかね。まあ、少しずつ少しずつ薄くしながら、かつこう形も少しずつ広げながらみたいな感じです。で一気にこれ下を広げるとですね、多分下が落ちるので、あくまでも最初に作ったこの土台よりは下は広がらないようにですよ。結構ねこう親指に力入るので、下の方をどんどん押していって、知らぬ間にそこがこんな広くなってたなんてことが結構ありますんでね、まあ、そこの部分はあんまりこう広げすぎないように意識しながら、逆に上の方を少しずつこう広げていってあげるようなイメージがいいと思うんですよね。で、あとね、物が大きいので、まあ、多少いつもよりは厚くていいと思います。で、しかもですね、まあ、サラダボウルとかこういう深皿系ですね、手に持って使わないので、基本的には置いてるもので、この中からこう箸でこうおかずを取ると思うんですよね。なので、手に持たないものは、まあ、若干重くてもいいと思うんで、まあ、ただ、まあ、物事には限度がありますんでね、あんまりこう、これ洗うの大変だよぐらいの重さにしちゃうと、まあ、ちょっと使いにくいかなと思うんで、まあ、その辺はちょっとご自分で、まあ、これぐらいだったらいいかな、まあ、薄くしすぎないぐらいがいいかなぐらいのイメージですね。それでやってもらうといいと思います。で、だいぶこう広がってきますけどね。あとですね、こう私触ってるところがずっとこう私から見ると時計の12時の位置で触ってるの分かりますかね。こうあっちもこっちもでこう触ってないですよね。なので、まあ、なるべく触る位置をずっと一定にしてあげて、そうするとね、厚みがこう分かりやすいんですよね。なので、こう、あっちもこっちも触んないで、まあ、こう、少しずつ少しずつ同じ場所で触りながら、厚みと形を見ていってもらうといいと思います。で、この上がガタガタですので、上をこう平らにしていきましょう。で、まあ、私ちょっと今、結構焦って作ってるので、まあ、実際皆さんやるときですね、まあ1時間ぐらいかけてゆっくりやってもらっていいと思うんで、まあとにかくこう均等に均等に、かつまああんまり厚くなりすぎないように作ってもらうといいかなと思うんですよね。よいしょ。で、まあとりあえずこれで厚みと大きさ大体こんなもんなので、で最後にですね、このヘラで形を決めていきます。なんていうんですかね、薄くしながら表面も綺麗にしながらみたいな感じです。でこれもね、こう根気よくやっててもらうと、だんだん表面でこう綺麗になってくるんですよね。ちょっとずつこう指の跡がなくなってきてるの分かりますかね。でこれ一気にこう綺麗にしようと思ってもならないんでね、少しずつ少しずつやりましょうね。根気が大事です。でこれも私ヘラが触ってるところってずっとこの位置で触ってますよね。あんまりこっち行ったりかっち行ったりしてないと思うんですよね。なので、まあ、これもずっと同じ場所で触ってあげて、粘土がこう綺麗になってきたり形がこう整ってくるのを、まあ、待ってるというか、こう同じ場所で触った方が分かりやすいということですよね。今だいぶ内側綺麗になってきましたよね。まあ、若干まだちょっと跡が残ってますけど、まあ、これやればやるだけどんどん綺麗になってきますんで、まあ、皆さんやるときですね、こう焦らずに少しずつ綺麗にしていってください。あと外側行きましょう。外側はね、まあ、例えばですね、こう下から上にこう撫で上げる感じですね。でこれもやればやるだけ綺麗になってきますんで、まあ、私あんまりこう今日はやりませんけど、自分で作品作るならもう表面がツルツルテカテカになるまでこうやりますんで、まあ、その辺ちょっとこう頑張って薄くこの綺麗にしてもらうといいかなと思うんですよね。であとこうやってるうちにですね、やっぱ1時間ぐらいかけてやると粘土も硬くなってくるんで、もうやってるうちにこう形があんまり動かなくなってくるんですよね。なのでそうするとね、やりやすくなりますんで、まあ、皆さんこう焦らず本当ゆっくりゆっくり、まあ、今回の作品は仕上げたなって思えるぐらいですね、やってもらうといいかなと思います。これでだいたいサラダがのるぐらいですかね。
じゃあ最後に口だけはちょっと綺麗にしておきましょう。あの最後また裏削りますんでね、あの上ガタガタにしておくと、あの削るときに大変ですので、上を切ってこんな感じですね。ああ雑ですね。皆さんもっと丁寧にやってくださいね。よいしょ。そしたら一応最後皮をやります。よいしょ。どうでしょう、まあ、結構そこそこの大きさになってますよね。これぐらいの大きさだと結構使い勝手がいいと思うんで、まあサラダ入れるだけじゃなくて煮物入れたりですね、なんかおかずをこうちょっと汁系の多いおかずを使ったりですね、まあ、そんな感じで使ってもらうといいかなと思います。こんな感じですね。であと例えばちょっとワンポイントで縁の部分にちょっとこう線を入れとくとかですね、そうするとこうちょっと雰囲気出ますんで、まあ、こんな感じで作ってもらうといいかなと思います。それでは皆さんもやってみてください。